一週間のオープンウィークを挟み、7月18日開幕の大東健拓、イーヘアネットレディスからシーズン後半戦に突入する国内女子ツアー。同大会に出場予定の菅沼は、初日を岩井千怜、上田桃子とのペアリング。ここまで17試合中9試合で予選落ちを喫し、 トップ10入りも1回だけと苦しい前半戦を過ごした菅沼ですが、気持ちを新たに上位進出と今季初優勝を狙う戦いに挑みます。そんな中、菅沼は14日にアップした投稿で気分転換のために訪れたカフェでのプライベートショットを公開。コーヒーカップを口に運び、嬉しそうに微笑む写真がアップされました。この日はデニム生地のトップスを身にまとった私服で、 大きめのボタンやパフスリーブのふんわり感が可愛らしさを強調しています。また、写真には猫耳やひげを落書きを施すなどキュートな仕上がりに。しかし、菅沼にとっては不満な部分があったようで、シャープ練習の後だったからと前置きをしつつ、シャープ前髪がダメだね、シャープ残念とハッシュタグを添えました。インスタグラムのプロフィール欄に、シャープ前髪名系女子。 と記すほど前髪に強いこだわりを持つ菅沼この日の仕上がりに少々不満げな心境を綴るもファンからは「前髪命の可愛いなあちゃん猫前髪キープ率1位です」などのコメントが寄せられたほか頑張りが後半戦に必ず出ますよ日頃の練習と努力はしっかりと身を結びます」と応援メッセージも数多く届いています菅沼7菅沼7 2000年2月10日生まれ 東京都出身。18年プロテスト合格。20から21年シーズンは賞金ランキング47位で初のシードを獲得。22年シーズンはメルセデスランキング8位と躍進。23年 NEC 軽井沢7-2ゴルフ。では神谷空とのプレーオフを制して悲願の初優勝を挙げる。愛おい日生童話村保所属。